言われてることって何？息を出して出し切って自然に吸った息で眉毛をこう上げるとかお腹の準備とかそういう。これさ、こうやって話聞くとすっごいよくわかるんだけど、みんなよくわかってないよね。何言われてきたかもよくわかってないし、なんでこんなにみんなわけわかってないのに先生たちって腹から歌って言い続けるんだと思う。正門がそもそも開いてるならお腹の訓練なんかいくらしたって蓋が開いてるんだから圧力なんかできるわけがない。庭のシャベルが一日濡れて古い木のドアが閉まる音って聞いてね。パタンってやつ。その声の状態はすごくいいね。じゃあめめ、めほめって聞いてる。そして兄庭のシャベルが一日濡れて庭のシャベルが一日濡れて雨がきっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。こんなの出んだと思うでしょ。そうよ。こんにちは、国立音楽大学合唱講師木島太郎です。僕は毎年約150名の教員免許を希望する学生たちに合唱を教えています。授業の中でゴスペルミュージックというのも非常によく取り上げています。ゴスペルミュージックというものが日本の教育合唱が失ってしまったあまりにも大切な要素を持ち続けているからです。一つは芸術としての音楽ではなくて、人々が生活する中で、この歌を歌いたいために集まる、そしてみんなでその歌を歌うという時間があるからもう一週間生きていける、そんなパワーを与えてくれる、そういう音楽の要素、これが一つ目です。そしてビートです。ビートというのは心の健康のためにもとても、大切なものです。でもなかなかそれを教えられる機会は普通の日本の教育合唱の中では少ない。そして発声です。感情を乗せることのできる声の出し方、それもまた、ゴスペルミュージックは受け継いできている。こういった要素があるから教育課程の中であまりにも失われてきてしまったもの、それらを教えてくれるこのゴスペルミュージックというものを授業の中に、取り込んでいるわけです。僕も随分長いことをいわゆるアメリカ人の黒人教会と呼ばれる場所に、身を置いてきましたけれども、中でやはりこの音楽には信仰こそが最も大切なんだ、うまいか下手かは関係ないという人々に会ってきました。ある日僕の師匠に尋ねたんです。彼は M.D. ストークスという名前で、今やアメリカのゴスペル界のトップエンジニアですね。でその彼に僕ついて回ってゴスペルミュージックを学んだんですけれども、彼にある日質問したことがあったんです。信仰こそが最も大事で、技術のことは関係ないという人々がいる、あなたもそう思うと。彼はこう答えました。確かにその通りだ。最も大切なのは技術じゃなくて信仰だ。しかしそのセリフを言っていいのは技術を磨こうと努力してきた人々だけだ。ゴスペルミュージックというのは歴史の中で精神が培ってきた音であり、音がつないできた精神です。精神があるという理由だけでも、音が合っているという理由だけでもゴスペルのパワーを引き継ぐことはできません。今回のワークショップではこの音楽が受け継いできたパワーを持ち帰っていただいて、今後皆様が、ワクワクしながら成長していけるようなその素材を、カゴいっぱいに持ち帰っていただきたいと思っています。もし特に発声についてという方は、そのゴスペルの時間の前にあります、その日あります、6色発声の方のセミナーにもぜひふるってご参加ください。それでは、11月19日木島太郎のゴスペルワークショップ、お楽しみになさってください。皆様に、お会いできるのを楽しみにしております。